ここんばんばははででですすす、えー、今日取り上げてみたいニュースはですねこちらです山上被告の原刑を求める人々の正体ということなんですけれどもまずですねこの山上被告っていうのはもちろんあの安倍元総理をですね、えー、選挙の最中にあの銃で撃った自分の作った銃で撃ったあのテロリスト山上のことですけれども、えー、彼のですね原刑を求める人々というのがいると。 で、毎日新聞の記事、まず読んでみて。まあ、これ毎日新聞だけじゃなくて、いろんなところでの取り上げてますけどえ、とりあえず私、毎日新聞たまたま読むものですから、毎日新聞の記事を、あこれ持ってきました。え山上徹也被告の刑の減刑求め、ネット署名郵送、え大変過酷な追い立ちという記事で、安倍晋三元首相、銃撃事件で殺人罪などで起訴された山上徹也被告の刑罰の減刑,刑を求めて、 活動する団体が13日、東京都内で記者会見し、インターネット署名11,127人分、1月10日時点を集めたと明らかにした。団体は12日に奈良地検と最高検に署名を郵送したとしており、被告の母親が世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一協会に多額の献金をしていたことなどを追い立ちとして考慮して裁判を進めるように求めている。 団体は山上哲也氏の原刑を求める会で、自身も旧統一協会とは別の教団の宗教二世だという会社員の斉藤圭さん58歳が代表。事件から1週間後の2022年7月15日からオンライン署名サイトで賛同者を募ったということなんですね。えー、まずですね、えー、まあ、これ変わっ 人たちだなというのが第一印象ですよね罪の軽減をですね、求めるということなんですけれども。でもこれ罪の軽減を求める人は1万人もね、いるっていうことが怖いですね。で、この間も申し上げた通りですね、なんか現金を送ってきたりだとかえ、差し入れを送ってきたりだとかね、そういうなんか、あるいはこのファンレターじゃないけれども、なんかね、熱烈な手紙を送ってきたりだとかね、山上被告にですよ。そういう人たちもいるということで、 まあね、世の中には変わった人たちもいるんだというふうに思いますけど、まずですね、帰国の母親が、えー、多額の献金をしていたということなど、老い立ちをね、考慮して裁判を進めろというふうに言ってるんですけれども、これどうですか皆さんここでね、ああ、そうだなっていうふうに思う人と、ちょっと待ってと思う。プレイバック、プレイバックって思う人がね、絶対いると思うんですよ。そうだ、そうだって思う人にはね、考え直していただきたい。えー、例えばですね、 悪徳不動産に騙されてですね、あの、3億円ぐらいするですね、マンションを、マンションでもいいし、なんか行き屋でもいいですよ、買わされてですね、もうすぐに値崩れしちゃって、もう全く価値がなくなっちゃったというような時にですね、これ、あの、騙されたと言って、じゃあこの不動産屋を、まずは狙いに行ったら、不動産屋はどうもなんか、今外国にいるみたいで打てない。だから不動産屋が親しくしている政治家が、どうもこの人らしいということを知ったらですね、その政治家をね、ドーンと打ったと。 いやいやいや、これは3億円も騙されてるんだから、かわいそうだよ、というふうになって、罪のね、やっぱりこう、頂上酌量の余地があるから、罪の軽減をやった方がいいよ、というふうに思う人はですね、どれぐらいおられるのかということなんです。で、これが1万人いる。これ私はね、危険なことだというふうに思います。私ですね、昔、最初に書いたの、ね、学生の時なんですけどね、日本人の歴史哲学っていう本を書きまして、で、この中にも引用してるんですけど、 こういうね、何かが起こった時にですね、こういう状況にあったんだから仕方ないじゃないかっていう議論をね、あするような人たちにね、うん、向けてのね、セリフだと思うんですが、あの、ドストエフスキーのですね、白地という本があります。無意識勾借っていうのが出てくるんですけど、で、この、えー、の、話の筋書きとはね、うん、ちょっと違うんですけど、こういう話があるんですよ。えー、ちょっと読んでみたいと思います。この光景はまるで、それまで長いことじっと立ちくつくして傍観していた、エヴゲーニー、 パーブロビッチが笑い出した。先日から評判のある弁護士の弁論みたいじゃないか。その弁護士は、強盗の目的で一度に6人も殺した被告の弁護をしながら、つまり、強盗目的で6人殺した被告の弁護をしてる。その被告の貧しさを説明しているうちに、ふと次のような結論を引き出したんだそうですよ。この被告が貧しさのゆえに6人殺しを思い至ったのは、 極めて自然なことであります。たとえ誰であろうとも被告の立場に立ったならば、こうしたことを思いついたに違いありません。と、まあ、こんな風なことを言ったそうですが、ただこれはひどく愛嬌のある話じゃありませんかと。この愛嬌のある話っていうのは嫌味ですよ。要するに、ここはですね、なんでこの、語ってるかと言ったらですね、誰であっても被告の立場になったらこうしたことをつくに思いつくに違いないと言ってるけれども、これはですね、 もう極めてですね、単純化してるわけですよ。全員が全員じゃ、そう、例えばですね、あの、6人、そういう貧しかったら、6人殺すためにで、ねこの、あの、強盗するために6人殺しちゃうということだけど、でも考えていただきたいのはですね、そういった、あの、貧しい状況の中でも、人も殺さずに、まこまくと生きてね、その日の生活をですね、こう、暮らしてる、 庶民だっっていっぱいいいぱるるわわけけですよ必ずしも全員が全員員がそうななじゃないだからここも同じことを私は言えると思うんです。これね宗教の2世の人だって言ってもですねその宗教の2世を苦しんだ1億円取られただからといってですねその、えー、打ってねいいんだっていうふうにはならないし誰もがその状況に置かれたら打つだろうっていう意見はね ちょっとね、単純すぎるんですよ。物事を単純化しすぎてる。で、まあそういうことをですね、ドステーフスキーはこの白地という本の中でですね、えー、書いてるんですけれどもで、私はこれね、話の本筋とは関係なかったんですけど、非常に印象的だなっていうふうに思ったんですよ。なんか現代社会ってそういうですね、一般化をね、簡単にしすぎるように思うんですね。要するに、 こんなに貧しいんだからこうなったってしょうがないだろう。いや、こんなに可哀想なんだからこうなったってしょうがないだろうっていうふうに言うけど、果たして本当にそうかということを考えてみるべきだと思います。この山上氏のね、点、えー、についても同じことを私は言えると思う。宗教2世の問題ってのはこれ難しい問題ですよ。なんで難しいかって言ったらですね、えー、親のですね、心境の自由があるわけです。で、親がですね、心境の自由を持っていたとき、 子育ての、ね、方針として自分の子供にね、その宗教に基づいた教育をしたくなるっていうのはね、これは、まあ、当然というよ当然ですよね。例えば、えー、イスラム教のご家庭にね、育ったうちがですね、やっぱりイスラム教のしきたりで、 で、そのやり方で、この、ご育てしていくようになるでしょう。で、まあ厳格なね、宗教でもそういうところはあるでしょう。で、宗教法人格を持っていてですね、宗教として認められているところが、どこまでね、それやっていける例えば、まあ今回、あの、いろいろ法律でもありましたけど、客体ね。 物とかね、あの、なんかそういうのはやっぱりいかんだろうということは言えると思いますから、こういうのは歯止めをかけていかなくちゃいけない。ここまでの議論はわかるんですが、でも、やっぱり宗教二世だから、その宗教を恨んだらですね、人を殺しても仕方ないだろうと。だから厳禁しろよというのはね、これはちょっと危険な論理でして、そうすると宗教二世とか宗教三世とかですね、例えばですよ、えー いわゆる伝統的な宗教のね、仏教のね、お寺、でも、よく考えたら、あのお寺のところにですね、何百万もする墓石を買わされてですね、で、なんか、あんな狭い土地で数百万取られて、名をね、何代にも渡って取られて、この海名さえ取られてなかったら、うちにはあとね、三千万円あったんだ、とかですね、のこと言い始めたらですね、だからね、この、坊主に憎けれゃ今朝まで憎いみたいな感じでね、じゃ坊主に今朝を売ってる会社をね、襲撃してやるんだ、とかね、言ったときに、それが擁護されるか、 って言ったらされるわけないんですよ、ね、もうこれはね本当に難しい問題ではありますけれども安易にこうやって殺人をした人間テロリストをですね擁護するでそして罪の減刑を求めるなんてことは私はあってはならんことだと思います。で そもそもですね、どういう人たちなんだろうと思ったんです別。宗教2世だと言ってるけど、統一教会ではないって言ってるんですよ。別の教団だって言うんですけど、この斎藤圭さんという人はですね、私はよくわかりませんでした。その何かのどの宗教に入っていて、宗教2世なのかはわからなかったんですけれども、この事務局長をやっているですね、キーパーソンになってくるのがですね、山口梓さんという方なんですね。山口桃枝じゃないですよ。山口梓さんという人なんですけれども、 この人はですね、なんか選挙にも出たことがあるらしいんですけれども、どういう思想の持ち主かということをですね、彼女のブログがあったものですから、彼女がオープンにしてるわけですからね。で、それをですね、私、えー、ちょっと拝見いたしました。で、ちょっと皆さんにですね、ご紹介させていただきたいと思います。え2015年8月31日のですね、投稿です。 戦争法案廃案、安倍政権退陣8.30国会に10万人、全国100万人大行動っていうブログのタイトル。おおと。あ山口二郎さん系ね、と。ああいうふうに思うわけですね。8月30日は、前々から地元のですね、公民館で戦争体験者のお話を聞く会が予定されていて、こういう機会がなかなかないので参加を予定していた。が、 会う人会う人は国会前に行くというので、国会の前に行かないのはさすがにまずいかなという気持ちになり、国会前に行くことにした。<laughs> 12時50分ごろ、田無駅に着いたのだが、駅の改札で、安倍政治を許さないのポスターを掲げた、年配の女性がいらっしゃったので、国会前に行くんですかと話しかけた。待ち合わせをして、これからデモに参加をするという、頑張りましょうと言ってホームに行くと、ベンチに2人連れの女性。 でも参加っぽい入れたちだったので、国会前ですかと話しかけてみる。結構アグレッシブっていうか、すごいですよね。これ、よくわからないんですけれども、私はね、あの、でも参加っぽい入れたちってどんな入れたちなんだろうっていうのはね、よくわかんないですけど、皆さんわかりますでも参加する人、駅に行ってですね、あ、これはでも行くだろうとかですね、こっちが、でも行かない、こっちでも行かない。これ絶対でも行くだろうとかね、 わかります私はねまだそこまでの眼力がないですね。で、国会前ですかと話しかけてみる。お父さんが軍人だったそうで平和を守るのはお父さんの遺言だというそこにまた一人女性が話しかけてきてその方もでも参加地元田村駅で女性ばかり6名改札口の待ち合わせにまだ来てこないない人の性別と人数は不明を確認なんだかものすごいことになりそうな予感を抱きつつ西武新宿線に乗り込んだお元気ですね。 持参した安倍政治を許さないの A さんポスターを他の人に見えるように持つことにして高田のババキを降りたところ。いやーっとこうやってなんか A さんのポスター持ってうわーっとこうやるんですかね。よくわかりませんけど。皆さん見てください,い皆さん見てくださいよもうお願いします安倍政治許さない安倍政治絶対許せないみたいなのをこうやっていくんですかね。よく知りませんけれども。私だったらまあ間違いなくそこからスーッとあの逃げ出しますね。もう恐ろしいというふうに思いますね。 A ポスターを他の人に見えるようなことにして高田のババおっと高田馬場ババかと、えー、降りたところ「背後からカップの声が聞こえてきたカップの声って何だ?」というふうに思うわけですよねマグカップとかの声が聞こえるってそれやばくないかとちょっとそ幻聴じゃないと思ったんですけどどうも読むとですね「カップル」の「ル」を抜かしたみたいなんですね。びっくりしましたこれ「カップの声が聞こえてくる」と。 何が聞こえてくるんだカップの中からですね、安倍政治許さないとかなんか声が聞こえてきたら怖すぎるじゃないですか、それはねだからもう。なんだこのホラーみたいな文章だと思ったんですけど、で、その安倍政治を許さないってこういうのをね、うわーっとやっていたらですね、有名な人の字だよと。デモに行くでもね、デモに行くと言ってないですよ。行くっていうふうに言ってたらしいんですね。こんな天気じゃなくてスーツ着てなかったらねっていうふうに言ってたそうです。との会話。 でもこれ「行く」っていうのは別にどこに行くってお昼行くって言ったら意味なのかもうそろそろ行くとか言うという意味か分からないですけどえこの山口梓さんは「デモに行く」っていう意味だというふうにとって「行く」っていう言葉をですね「手もに」って書くこと書いてあるんですけどね。で で、その会話を聞いて、この文字は金子唐太という現代俳句の第一人者の字です。でもぜひデモに参加してくださいと言いたかったのだが、振り返った時にはカップルはいなかった。だからカップルなんですよ、やっぱり。 この文字はですね、金子唐太という現代俳句のいう、<laughs> いいんですよ。金子唐太氏をですね、紹介するのはいいのに、これ、この人ね、五字脱いで唐太がね、唐太されちゃう方の唐太になってんですよ。これじゃ、金子が唐太されちゃったみたいな感じでね、気の毒にというふうに思ってたんですけど、現代、有名人って書くなら名前ぐらい、まともに書いてあげてという気がしましたけれどもね、安倍聖事許さん。皆さんも知ってるでしょ安倍聖事許さん。なんかちょっとね、驚々しい文字ね、書くやつ。あれです。私はまず、計算省前のテントに立ち より例の球場バッジを置いてもらったまあなんかこの球場バッジってのをこの人は作ってるそうですね経産省前のアナウンスで国会前はもう入れませんと言っていた友人の永瀬由紀さんと会った行けるところまで行ってみるとのことだったやっぱり繋がりがあるんですねこれネットワークがあるんですねこれね私も行けると言ってみようと思い交差点を渡って人々の流れの中に紛れ込んだ 坂道を登って財務省前の交差点でも同じようなアナウンスで今から参加する人は日比谷公園に行ってくださいと言っている交差点はお巡りさんが当選墓状態だったが国会前に行く意思のある人はガードレールをまたいで交差点を渡っていた私もひとまたぎ歩道は人がいっぱいだったので憲政記念公園に入ったこの公園に入ったのは初めてで途中希望の街東京東部の瀬田さんと山口さんに出会った 10時くらいから来ているという、長瀬由紀さん。これさっき会った人ですね。確かね、えー。留守電のメッセージで、国会正門前には歩行者天国状態だからまだ余裕ありと教えてくれた。公園を抜けて国会前の通りに出た。モノトーンの、えー、なんでしょうね。えー、なんかは、えー、えー、模章のように見えると。まあ、また模章ですね。少し行っては立ち止まりを繰り返しながら進み、やっと国会が見える場所に出た。 ようやくシールズのステージが視野に入るところに来たと思ったら、坂本隆一さん登場な興奮してるんですよ。坂本隆一来たーみたいな感じで。また、安倍政治を許さないのポスターをラミネート確保してあったので、それを傘代わりに、坂本隆一さんの後の森村誠一。森村誠一ってあれですよね。悪魔の報酬を抱えた人ですよね。これ共産党系の、あの、人はあの資料提供してて、まあ問題になった人ですね。 を始めてそれスピーチを最後まで聞いた。参加してよかった。と。これ、ラミネート確保してた。安倍政治を許されて、こうやってこう見せたのに、雨が降ってるらこうやって自分でやっちゃったと。なんか、なん何なんだという気もしますけれどもね。でもまあ、まあよくわかるのはですね、ここでよく一つわかるのは、この安倍政治を許さないっていうことのために、でも、 でもっていうか、この集会にまでね、参加するぐらいな、まあ、活動熱心なね、えー、方であるという女性の方なんですけどね、ええー、が、この山口梓氏で、この方が事務局長をやってるわけです。この山上哲也氏の、ええー、原型を求める会。さらにこの人はもういろんな活動をやってるんですよ。で、この人は私が東京を変えるっていう会もや、の代表もやってるみたいなんですけれども、で、安全保障関連法案の廃案を求めますと。 要するに、安倍政権が続けていた平和安全法制の廃案を求めると言ってるわけです。まあだから安倍政治を許さないっていうのは、要するにそういうことですよね。集団的自衛権の限定的な行使容認を認めないということ。で、そういうことを進めてる安倍政治を許さないと。まあこういうことになってるわけです。で、これはですね、何を言ってるか。日本は憲法9条を持つ国です。まあ知ってます。 憲法9条の理念は日本国内で完結するものでなく、あまねく世界に発信され、その理想は世界中の市民から共感を得てます。ちょっと待ってと。これどういうことと。あまねく世界に発信され、その理想は世界中の市民から共感を得ています。って 日本国内だって憲法9条を変えようって人いっぱいいるじゃないですか。例えば私なんかその一人ですよ。そうすると私は世界中の市民の中の一人には入れてもらえないのかっていう話になってきますね。あまねく世界に発信され、その世界、理想は世界中の市民から共感を得てますって嘘つくんじゃないよと。もし本当に憲法9条はそんなに素晴らしいものであったならですよ。で、世界中で共感を得ているならね。一つや二つの国ぐらいですね。うちもやっぱりあんなに素晴らしい憲法あるんだから、日本のね、あの憲法を真似して、 憲法9条取り入れようよという国がなきゃおかしいですよね。でも、世界中のですね、国で憲法9条が素晴らしいから、我が国も、えー、軍隊を廃止してですね、で、憲法9条を持ちましたというところはないですよ。一つだってありゃしない。いや、もしあったら教えてください。いや、実はここの国、日本の真似して憲法9条、えー、というのをね、あの、導入してますよ、というのあ、いたらですね、もしそういう国があったらね、教えていただきたい。私は過分にして聞きません。 国際社会において、紛争が絶えないこと、戦争が止むことがないことが現実であるとして、現実に理想を合わせることを政府は、えー、望んでいるように思われますと。あの、現実を無視した理想っていうのは、これ申し訳ないけど、妄想って言うんですよね。例えばですね、将来の夢は何ですかと言った時にですね、パイロットになりたいっていう夢を持つ人がいたとしたらですね、え、これは別に、 努力したらですね、なれるかもしれないですね。もしかして、えまあ、適性とかがなくてなれないかもわからないです。パイロットになりたい。ただですね、将来ね、じゃあ、いやそダメだと。そんなものじゃ。やっぱり、私は、ソーラーを自由に飛びたいな。はい、タケコプターみたいな感じで、タケコプターで飛ぶんやと。ああいうことを言ってですね、タケコプターがね、将来の夢は、タケコプターで私はあの飛ぶんだと。ああいうことをねあ、言ってたら、これは、 夢じゃなくて妄想ですよじゃあ,あなたの夢かもしれないよあの確かに夢かもしれないけどもそれは理想ではなくて実現不可能ですから実現不可能なことはねやっぱり夢とは言わないと思うんですねいやわかりませんよもしタ竹フタが登場したらねじゃあ岩田間違ったってうまあ無理だと思いますね少なくとも我々の生きている時代においてねタ竹フタで飛ぶなんてねことを怖くて風が吹いたらどうするんですか本当にもうこれ、ね、あのやっぱり 最後はどうなるかって、サコブタイにね飲んで飲んで、飲んでくんだなんて言ってもですね、とっても大好き、ドザエモンみたいな、川かなんかに落ちて終わりでしょう、こんなだとかなんか言ってですね、川にゾーンと落ちてドザエモンになっちゃいましたみたいなね、ドラえもんじゃないですよ、という感じになります。でもこれね、もう無理なものは無理なんだから、それはダメです。うん、いやだから政府は望んでいるように思われます。 戦争という最悪の選択を避けるため安倍政権の主張する抑止力という選択肢を選ぶのかそれとも過去の経験を踏まえて9条の理想を国説するのか今その判断を迫られています誰がどう見たって抑止力にしなくちゃだめですでなって憲法9条があったから日本が戦後平和なわけじゃないんですよ日本にはずっと抑止力があるんですよ米軍でしょそれから、えー、自衛隊でしょ これは立派な抑止力になってるんです。だから、抑止力があったから日本は平和だったのであって、憲法9条があったから平和だったわけじゃないんですよ。でもまるでね、なんか日本が憲法9条だけあって、抑止力が全くないまま平和だというふうなね、ことをね、信じてるとしたら、それは現実見えてないだけなんですよ。はっきり言って現実見ましょうよという話なんです。で中国、昔で言うとソ連、で今ロシア。 北朝鮮。すごいね、えー、国々。これ以上ないっていうぐらいのね、国々が日本の周辺にはあるわけですよ。で、そうした国々がある中において日本が平和だったのは日米同盟と自衛隊があったからですよ。で、これなくして日本の平和はなかったわけです。憲法9条があったから平和だったわけではないんです。憲法9条に拝んでれば平和だっていうのはね、これは信仰なんです。で、安倍政権の提出している法案は、 抑止力という一見理性的な言葉を用いながら、日本がアメリカと一緒に世界中で戦争するための法案であり、まさに戦争法案というのがふさわしいものです。え、これ2015年の9月に書いてるんですけれども、え、あれからもうですね、2023年に入りましたからもう8年と、いうね、月日が経ったわけですけれども、あれから8年、日本は戦争に巻き込まれたでしょうか戦争に巻き込まれたのは、 集団的自衛権を行使できないウクライナだったじゃないですか。集団的自衛権を持ってる日本は、まあの、巻き込まれてないんですよ。集団的自衛権を使ってくれる国がなかったウクライナがロシアに戦争に巻き込まれてるんです。これ現実ですよ。ここをしっかり見ましょうよ。8年間、平和だった。しかも、アメリカではトランプ大統領が生まれた。で、トランプ大統領は、 この日米同盟ってのはフェアじゃないっていうのが持論だった常にアメリカは自衛隊を助けるけど自衛隊はアメリカを助けないこんなおかしい話ないっていうのは持論だったでもそれは安倍政権より前まだ出たというふうに安倍総理は言ったわけですよ、えー、今は私は支持率10ポイント下げてでもこれできるようにしたんだと、まあ、これはねやっぱりトランプ大統領としてはねやっぱ嬉しかったサムライだというふうに言ったと、まあ、この話私 直接ね、あの、安倍総理に伺いましたよ。この本の中にも書いてあります。日本再建を阻む人々の中に。ぜひお読みいただきたいと思いますけれども。まあ、そういうね、あの、現実を見ていただきたいと思うわけです。で、ここから妄想たくましをするわけですよ。おそらく安倍政権にとっては、アメリカにすべてを習うこと、従うことが私たち日本が取り得る唯一の選択肢なのでしょう。 戦後レジームの脱却という主張とは裏腹に、まさに敗戦時のままに、安倍政権はアメリカの時の政権の言いなりになる以外の選択肢を持っていません。安倍政権の交渉力のなさの、えー、付けを、集団的に自衛権を認めるという形で国民が背負い、救助を持つ国であるがゆえの、国際社会から,のからの共感と尊敬を失い、紛争地で日々努力している NGO 職員を危険にさらし、自衛隊員の命を粗末に扱おうとしています。 本当にね、私ね、こういうのに議論ね、いつも思うんですけどね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってっていうふうにね、思うんですけれども、日本がですね、アメリカの言いなりだと、日本はアメリカの言いなりじゃいけないということをね、共産党も言いますよ。で、でもね、日本がアメリカの言いなりである最大のね、象徴は何ですか日本国憲法をアメリカが作ったってことじゃないですか。憲法9条は日本人が作ったんじゃなくて、アメリカ人が作ったんですよ。憲法はアメリカ人が作ったんですよ。 だから中、中曽根康弘、元首相がですね、憲法改正の歌っていう歌を作ってですね、まあ彼はね、靖国神社のもんで大変ね、あの、過ちを犯しましたけれども、憲法改正についてはね、まあ、並々ならぬ意欲を持っていたわけですよ。で、その憲法改正の歌、ああ、戦いに打ち破れ、敵の軍隊進駐す 平和民主の名のもとに、占領憲法を強制し、祖国の解体を図りたり、時は終戦六ヶ月っていう歌。これ一番ですけどね。その中にね、こういうのがあるんですよ。 マック憲法を守れとは、マゲンスイのしもべなりっていうのがあるんですよね。マック憲法ってのはマッカーサーが作った憲法だからマック憲法なんですよ。を守れとは、マゲンスイ、マッカーサー原水のしもべじゃないかというふうに言ってるわけですよね。この憲法こそがですね、台米従属の最大の象徴なんですよ。日本に憲法制定権力がない時期にですね、アメリカが勝手にですね、押し付けた憲法を ありがたがっていて、憲法9条素晴らしいって言いながらですね、対米中属やめろって。ちょっと頭混乱してんじゃないのというふうにしか思わないわけですよ。自主憲法制定せえと言ってね、え、それで、で、自主憲法制定して、新たにですね、もう自衛隊も認めないとかね、やるって言うならまだね、筋取ってるけど、憲法9条素晴らしいと。この憲法9条に対するね、これだけね、あの、愛をね、あの、語りながら、 アメリカの従属はけしからんと。対米従属の安倍政権と。言ってること、大丈夫ですかと。歴史を何も知らないんですかと。いやいや、あの憲法は実際日本人が作ったとかってとんでも学説を唱える人いますけれども、もう全くの間違い。完全な間違い。で、もうだって、それはね、あの、シアテベラタとかですね、いろいろな人たちが自分たちが作ったと言ってるわけですよ、はっきりね。で、それはそれでね、ああ、素晴らしいって。 で、言いながらね、なんか、1945年の贈り物とかなんか言ってですね、要するに、女性の権利を私が入れたとかね、なんか、なんかくだらんことをいろいろ言ってるんですけれどもね、それを一方において、もう本当にこの憲法で、このアメリカ人が作ってくれるありがとうと言っておいて、アメリカにね、あの追従するのやめろよって、どうなってんのと、あなたたちの感覚って。おい ちょっと私から聞いてると正気には感じないというふうに思うんですよね。言うまでもないこと、ちょっと飛ばします。言うまでもないことですが、憲法は言葉で書かれています。これは、まあ、教えてあげますとね、成文憲法ってのは言葉で書かれてますね。でも、イギリスは成文憲法ないですよね。で、これ判例の積み重ねですよね。 この一つ一つの文言を私たち国民が尊敬を持って大切に扱わないとしたら、憲法はどうなってしまうのか私たちは実質的に憲法を持たない国民となり、主権者としての国民の地位は分散んん無償して独裁国家となるでしょう。私はね、この左翼の人たちの方が憲法の文言をですね、好き勝手に理解しているというふうに思うんですね。例えばですね、外国人参政権はいいんだとか言ってますけれども、え、これ、だって、 国民固有の権利、参政権のね、国民固有の権利って書いてあるわけですよね。国民、選挙権、国民固有の権利だって言ってるのに、外国人にまで開くことをね、憲法学者たち、リベラルの学者たちはね、いや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 、国民固有のってのは、日本国民にはもちろんあるっていう意味で、日本国民以外の人のことをですね、排除するものではないと。 こういうのって言葉、そんな意味に解釈できないでしょと。日本語をどうやってそこまで拡大解釈するのというふうに、私謎は思うわけですよ。私謎はですね、だから憲法9条だってもっとわかりやすい形にした方がいいと思うわけですね。えー、例えば自衛隊持っていいと。はっきり書くとか。あのね、やっぱり私はね、憲法学者に対して非常にね、独裁気質を感じるんですよ。憲法学者独裁をね。俺たちの解釈が全てなんだということで、普通の人たちが見てもわからないと。えと。 この憲法で何でそんなことできるんですかって。それはあなたたちまだ解釈が足りないよ、みたいな感じでね。そんなのをお前たちが決めていい問題じゃないだろうっていう。やっぱりね、義務教育って何のためにやるかって言ったらですね、義務教育を終えた人がですね、憲法を見たらですね、少なくとも憲法のね、意味ぐらいわかると。これがやっぱり義務教育じゃないですか。義務教育終了した人が憲法を読んでも何にも意味がわからないような憲法って私はダメだというふうに思いますね。 日本国憲法は輝ける言葉として私たち国民の主権者としての地位を揺るがぬものにし政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにここに私が東京を帰るは集団的自衛権に反対し安全保障法の廃案を求めますとで他にもね格論としてですねと、まあ、も,うもうちょっと時間の関係でね一つだけね言っときますとねお花畑的な、ね、発想なんです安倍政治を許さないと言ってるよね理由。 安倍首相を持ち出しているのは中国の脅威ですが、日中は日中平和友好条約で武力の行使をしないと確認しており、日中の緊密な経済関係、特に空軍力で中国が圧倒的に優位である点などを考慮すれば、日中の武力紛争という事態は考えられません。あのー、 台湾をですね、2049年までに武力で、を使ってでも統一するんだと言っていて、尖閣諸,諸島もですね、自分たちの領土だと言っている中国がね、この日中平和友好条約があるから、できる大丈夫なんだ。あの、歴史を考えてみると、我々もね、日本人もね、約束を守ってたからね、必ずしもそれを守られるわけじゃないっていうことはですね、日ソ中立条約ってのがあったんですね。で、日ソ中立条約っていうのはですね、 で1946年まで、えー、確か有効だったと思います。で、これ1945年の段階で、スターリンはこれを一方的に破棄して、えー、日本に侵攻してきますね。 で、その時に満州を攻めてですね、北方領土を奪い、あわよくば北海道まで取ろうとしてたわけですよ。で、そういった歴史を考えてみるとね、条約があるからこれ大丈夫なんだっていう風に、特に独裁国家とですね、約束をしたからといって、それが守られるっていう風に思ってるのは、私はね、これは歴史に対するですね、あの、事実を、あやっぱり解釈が間違ってるという風に思うし、現実問題として、国際法でですね,ね、力による現状変更はできないという風に言って 言ってるのにロシアはウクライナに侵攻しましたこれだって世界中が非難しているけれどもえロシアのプーチン大統領はこれをやめるつもりがないわけですねでこういうことを考えてみると私はですねえ日中ね友好条約があるから日本を攻められないんだと何を言ってるんだということをね考えずにはいられないですからまあ結論、えー、今日の結論ですけれどもこの山上被告のですねえー、原形を求める人々っていうのは。 宗教二世という人が代表に立ってるけれどもその本質ってどこにあるのかっていうと結局反安倍なんですよつまりこれもっと言うとね、まあ、安倍総理、えー、元総理がですね殺害されたと言ったことに対してですね漫画家の石坂慶という人は「でかした」と叫んでで、えー、家では山神様と呼んでいるとであるいは宮台真司氏はですね、えー、これ社会的に機能しているというふうに述べた。 でそれで佐藤明氏はですね朝日新聞の記者だったというねでこれは彼がやらなかったらこれからも統一教会とかそういった被害はますます拡大してただろうとつまりやってよかったということなんですねで彼女たちはそれやってよかったとまでははっきりね申しあの言ってないけれどもやってよかったと思っている人たちが署名してるんじゃないんですかよくくね山上をやってくれたと これは私は、あの、自由と民主主義を守るですね、立場からして許されない行為であるということで、私はですね、この山上被告のですね、あの、重罪をですね、あの、求めたいというふうに思います。やっぱこれはもう、我々もやりますから、署名運動でも、このなんか山上被告の、えー、 原型に反対する市民の会とかなんか言ってですね、それも立ち上げたのかなと思うぐらいですね、腹立たしい事件だなというふうに思います。こういったもので1万人集まっているということ自体が私はなんか日本の不幸だろうというふうに考えております。えー、さて今日の一祖は話です。334番、ライオンの知性。知性というのはあの王様が治めるあの知性ですね。あるライオンが大いにつくことになった。 怒りっぽくなく、残忍でもなく、万事暴力で決することを好まず、人間の誰かさんのように、恩和で正しいライオンだった。話によると、その知性に、野に住む動物たちの集会があって、お互いに罪の償いをしたり、されたりしたという、狼は羊の、ヒョウはヤギの、虎は鹿の裁きを受けるという具合に、皆が裁きに服し、皆が平和のうちにあったので、臆病者のウサギはこう言った。 この日の来るのをずっと祈っていたのです。弱い者が高き者にも恐れられる。そんな日を。これでも今のなんか日本というこういう状態じゃないですか。自分の方が弱い立場にあるんだっていう人間の方が強くなってませんかね。お前こんなことやっただろうとかっていうね。いやこれって本当にね、えー、幸せなのかと。でこれはなんか皮肉を言ってるようにも見えますね。やっぱり、だから弱者が強者に転換してしまうと。ニーチェなんかはこういうのを一番嫌ったわけですけれども。なんか お前昔やったよな、こういうこと。これ全世界でね、今、あの、ありますよね。だから、なんだよ、こいつらって結局、奴隷を持ってたじゃないか、とかね、言って、偉人のね。 林間とかかなんかそういうい人たちののあ像を、ね、ぶたをしてみたりだとかねいうことって行われてるじゃないですかまあ本当にねまあある種のそのなんか歴史をね破壊していくようなね運動、まあ、これが日本に入ってこないことを私は望んでるんですけれどもやっぱり私はそのなんか弱者が強者になるっていうのもねやっぱそれはそれでねいびつなものだと思います弱者が、ね、泣き寝入りすればいいってことではないですよ。だけど弱者者が強者 になって強者が弱者になる世の中ってのも一つの歪みだというふうに考えておりますえ、今後もですねこの番組を継続してまいりたいと思いますのでチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げますまたですねこの番組を継続するに際してお支援を賜れる方は下記の振り込み構造よりご支援賜りますかあるいはですねメンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます